はい、どうも皆さんこんにちは。 S クラフトの新原です。さあ、お待たせしました。千葉県八千代市にて完成見学会を開催します。こちらの建物、間取り考察動画48番、女性一人暮らし13坪という人気のプランを実際に建築した建物になります。しかも今回ですね、13坪じゃなくて少し大きくした15坪ロフト付き、しかも平屋新生という建物になっています。過去のこの間取り考察動画の中でも人気の高い女性一人暮らし13坪プラン、これ別に女性じゃなくても大丈夫です。もちろん男性一人でもいいし、二人暮らしでも十分住める15坪平屋スタイルと。そしてこの建物、見どころがいくつかあります。一つ目は外壁に樹脂サイディング S ウォールを使っているということ。そして玄関を入った瞬間に広がる開放感、さらに吹き抜けとロフト、そしてもちろん間取りもね、重要ですよね。間取り考察動画48番の間取りをベースにしているということもあって、脱衣洗面室ではなくて脱衣室、そしてその外に洗面室、洗面化粧台があると。さらに対面キッチンではなく壁付けキッチンにしているということもあり、縦坪15坪とは思えないような開放感を実現しています。 S クラフトの中でも最も問い合わせの多いこの15坪シリーズ、これを現実的に建てたらどんな吹き抜けのイメージになるのか、平屋新生のロフトって実際はどんな感じになっているのか、見どころたくさんのこのコンパクトハウス15坪、こちらの見学会の詳細をお伝えしていきたいと思います。今回は千葉県八千代市という場所でこの見学会を開催します。そして日時は2月10日土曜日、2月11日日曜日、この2日間で開催します。さらにこの見学会場、アクセスがね、非常にしやすいという場所になります。多くの方は車で来ると思うんですけど、敷地内にね、車しっかりと止められます。そして車ではなくてね、電車で行くんだという方もご安心ください。東洋高速鉄道八千代中央駅、ここから歩ってだいたい13分ぐらいの距離になります。お天気が良ければ、まあ、13分だったら歩くことも可能かなと思います。千葉、東京方面からね、車で来る方は京葉道路、有料道路ですね、武石インターを降りて、まあ、混んでなければ20分弱ぐらいで着く場所にあります。それでは見学会の、ね、詳細な時間をお伝えしていきたいと思います。今回もいつもと同じように事前予約制のみとなります。なのでご予約をいただいてから、こちらから場所の案内図を送るようになります。2月10日、2月11日、両日2日間こちらの時間帯で見学会ご案内をいたします。このように一組のお客様に対して30分の時間を取っているので、30分ねじっくり見れるし、何でも聞いてください。とにかく生のコンパクトハウスを見たいという方はこの見学会にぜひいらしてください。過去の見学会の予約状況でお話しすると、一番埋まっていくのはね、土曜日の午前中ですね。土曜日の午前中がどんどん埋まっていって、で次に日曜日の午前中が埋まるみたいな、なのでこの見学会に、ね、参加したいという方は今この動画を見終わったらすぐにご予約の方をしてください。ご予約の方法はこの YouTube 動画の概要欄の方にリンクを貼っておきます。そのリンクからホームページの予約フォームに行けるので、そこから希望の日時と時間を選んでいただいて送信してください。例えば2月10日の10時に見に行きたい、でも第2候補まで予約できるんですね。でもその第2候補もすでにもう予約が埋まっていたとすれば、当社の方から空いている時間帯をご案内いたしますので、見学会に参加したいなと思う方はまずすぐにご予約の方をねしてみてください。
そして立て続けにね告知になるんですけど、ついにエスクラフト京都南丹店モデルハウスがねオープンします。こちらね平屋8坪ロフト付きという建物で、これも間取り考察動画にアップしている、ね、建物がそのままね現実に建築されたと。この京都南丹店モデルハウスも2月にねオープンするので、その詳細もまた別の動画で発表していきたいと思います。見学会の予約方法は、3つあるんですね。この概要欄から専用の予約フォームに飛んでもらう1つ、そしてもう1つはお電話、そしてもう1つはメールになります。でも間違えないのは専用の予約フォームからご予約をしてください。それでは見学会当日皆様とお会いするのね楽しみにしております。では。